はい、こんにちは。スプレーアートエデンの梅ちゃんです。ということでね、今ね、なんと TikTok で60万人登録者がいるフッカーくんのお家に遊びに来たっていうね、動画を撮っていきたいと思います。いや、めっちゃやばいんだよ。TikTok 始めて初めてフォローしたのがフッカーくんで、本当になんかこいつやべえなみたいな。で、そうしたらこの前ライブ中にスプレーアートサトシさんっていうね、人とねライブしてたら、フッカーくんが佐藤さんとか遊びに来て、でそのフッカーくんがフォローしてくれたら友達になったの。見に行きたいんですけどって言ったら、来ていいよっつって言ってくれて、なんと今フッカーくんのとこ来てます。お父さんがね整体やってて、はい、皆さん北九州なので、これねちょっと深田整体院、深田だからフッカーくんなのかな。じゃあぜひね、整体受けたいなっていう人はぜひぜひ、ちょっとピンポン鳴らすかね。スプレーアートエデンの梅ちゃんです。あ、ちょっと待ってください。はい。いや本当にねめっちゃすごいんだよ、フッカーくんの絵が。あ、こんばんは。こんばんは。入っていいのかな。はい、こんばんは。めっちゃモデルさんみたいに可愛いじゃん。え、これフッカーくん描いた絵。はい。あ、ちょっと待ってね。おお、いいよ。すごいね。まなかちゃんはお兄ちゃん描いたやつどれが好き？あ、これが一番好き？はい。すごいね、これね。あ、フッカーくん。こんにちは。こんにちは。フッカーくん。はじめまして。はじめまして。やばい。生フッカーくん。顔バレも全然してないんで。顔バレ誰も知らないから。レアですね。レア。初めて？初めてですね。あ、初めてフッカーくん、TikToker のお家にお邪魔させていただきました。この神の手。そして神の足。ああ、じゃあちょっと絵見たいんですけど、ね、どうぞ。あ、失礼します。やばい、いろいろやばい。でかいな。これ F50 なんですね。F50 なんだ。F50 いつから絵描き始めるの？そのじゃがいもみたいな絵はもう2歳ぐらいから。じゃがいもみたいな絵は2歳ぐらいの頃からじゃがいもみたいな変な絵を描き始めて、それぐらいからなんか絵にハマって。でもそのままずっとだから絵描き歴、今18歳だけど絵描き始めて16年。そんな感じです、ね、すごいな。じゃあ本当に生まれた時から絵が好きで、うん、そんな感じです、ね。うん、お兄ちゃんの絵でどれが一番お気に入り？侍の絵が好き。侍の絵が好き、はい、じゃあまなかちゃんのお兄ちゃんの一番好きな絵を見せてください。ダダーン。これ何これ？アンパンマン？アンパンマンがバイキンマンを殺し倒しているところ。あ、アンパンマンがバイキンマンを倒してるところ。なんでこの絵が好きなの？なんかこの筋肉とか。あ、筋肉がね。筋肉でこの顔がいいね、可愛いね。うん、ギャップがやばいね。お姉ちゃんの一番好きな絵はこれです。おお、これもギャップだね。これなんでこの絵がいいの？面白いからギャップが。ありがとうございました。いやー、ちょっと作品えげつないですね。めっちゃやばい。家入った瞬間から楽しい。もう最高。フッカーくんの得意な絵とかってあるんですか？得意な絵は龍とか得意ですね。龍が得意。墨で龍を描いたりするのが。で、もしよかったら、うん、今ここで描いて龍の絵を描くとこ書いていいですか？あ、いいです。マジですか？はい。やば。じゃちょっと撮ってもいいですか？あ、もう全然。やばい。これ初めてじゃない？だって初めてです。60万人ってすごくないですか？うん、そうです。なんか自分でも時々こう我に返ったらちょっとすごいなって思うんですよね。うん、我に返んなくてもすごい。なんかでもみんな見てくれる人がコメントとかで応援してくれるから、あ、もっと頑張ろうってなったりするんですよね。今からね、フッカーくんが竜を描いてくれるっていうんで、今から見ていきたいと思います。 OK、 Let's do it。 これ描きながら何も喋らなくて大丈夫ですか？大丈夫。喋りながらも大丈夫なんですか？結構なんか質問とかなんかそういう答えながらできるかもしれない。自分で撮るってなったら普通なんですけど、撮られるみたいな感じじゃないですか。ちょっと緊張しますね。最初なんか骸骨みたいなの描くじゃないですか。最初骸骨からパンダ描くっつっても消すじゃないですか、はい、それってあっちから来てるんですか。筋肉とか骨とか、うんうん、こういう家でお父さんが仕事してるんで、うん、興味あるじゃないですか、うん、そういうのもありますね。ありますよね、はい、なんか珍しいなと思って。人見ても筋で見えちゃったりするんですか。筋肉がこうなってるんだっていうのを、うん、最近意識する時もあったりとかありますね、うん、やっぱ意識してからレベル上がった感じですか。それもありますね、うん、ネタ枠な絵と描く時も、はいはい、筋肉描く時に、うん、なんかちょっと違う形の筋肉描いたらおかしくなるじゃないですか、うん、だからそういうのにもちょっと取り入れたりして、うん、なんかちゃんとした、ちゃんとしてはないですけど、うん、筋肉描いたりとか、なんか骨格から骨から描いて最後消すじゃないですか、うん、はい、その動画も結構人気ありましたね、うん、ここでこれ見て、あ、生態から来てんだな、うん、でも大きいですね、今日は、うん、褒められるのも当然、うん、嬉しいですけど、ためになるじゃないですか、うん、自分が今まで思ってきたのと違う意見が聞けるっていうのは、だからこれからのそのあれにつながっていくんですよ、うん、どんどん言われたことをもう 100% じゃあ活用しようとかじゃなくて、うん、言われたことを活かせるとこだけ活かしたりとか、うん、なんか言われたことからちょっと斜めに考えてまた全然また新しいことが生まれたりとか、はい、結構あって、なんか最近はないですけど、うん、TikTok で絵出してこうコメントもらうじゃないですか、うん、そこでこうアンチってくるじゃないですか、うん、でそのアンチもそこでいや自分はこうだじゃなくて、うん、逆にその意見取り入れてみて言われたことを改善すれば、うん、そのアンチした人も味方になるじゃないですけど、うんうん、こう受け入れてくれれば、はいはい、また一つ進化することになるじゃないですか、うん、とりあえず一回受け入れてみてでそこからまた画風とか変えてみたりとかいろいろしてますね。あ、すごいな、逆に俺が学ぶことの方ですね、うん、自分のフォロワー数とかが伸び出してから、うんうん、多いフォロワーの中でも、うん、コアファンですかね、はいはい、できてくるじゃないですか、うん、なんかそういう人たちができてきたらそのコメント欄にアンチする人がいるとするじゃないですか、うん、そのコアなファンたちがその一つのアンチに向かってめちゃくちゃ反撃するんですよ、うん、でもかわいそうすぎて、うん、自分はそのアンチのコメントに向かって、うん、もうなんかそういう意見もありますみたいな感じで収めようとするんですけど、うん、周りのこっちのファンがブワーって言ってるんで、うん、本当にかわいそうになってくるフッカー君はね、今回手だけ、出演は手だけです。手と足も大丈夫ですか？大丈夫です。足、肩、肘までいいですか？あ、全然大丈夫です。肘までいいですか？オッケー。で、肘までね、許可もらったんでね。今 TikTok でフッカー君今60万人フォロワーいます。やばいね。やばいっすね。2歳から絵描き始めてるね。うん、年齢は何歳ですか？18歳です。18歳、高校3年生。高校3年生。おお、今16年目か。16年目ですね。すごいな。墨絵始めたのは中3からです。墨絵が中3からなんだ。中3からです。TikTok は始めたのは？TikTok も中3ぐらいからです。あ、そうかそうか。TikTok に合わせて墨絵を始めたんだ。そんな感じですね。下書きなしで描くんですか？下書きなしで描きますね。一発でいっちゃうからね、これ。一発ですね。一発で。なんか一発の方が、うん、実際自分も描く前に完璧にこの構図になるっていうのは分かってないんで、だから描いてて楽しいです。あ、描きながら決めていくみたいな。そんな感じですね。いや、すごい。鼻の方から描き始めてね。ここから描き始めて、頭の中どうなってるの？頭の中もう血しかないですね。血しかないです。脳みそない。脳みそない。もう勉強好きじゃないんで。勉強好きじゃない。俺あんまりね、本当に TikTok とかね、あんまりフォローしないんだけど、すごいぐらいじゃなんかあんまフォローしなくて、頭いかれてんなで多分フォローしたんだと思うね。フッカー君初めて。嬉しいですね。なんかびっくりしたね。びっくりしましたね。多分お父さんの生態のあれをちょっと。絶対なんかね、影響は絶対受けてて、絵描くときなんか骨から筋肉乗せてみたいな描き方するからね。あと目だけですね。あと目、最後に目入れるんですね。そんな感じですね。なんか理由あるんですか？最後に目入れるこだわりですね。こだわり多流転生って「流」とか「流」っていうのはなんかもう目が命なんですよ。だから例えばこの黒い点の目でもこう今まで描いてきた中でベストの位置がここなんですよね、自分の中で。もしもこのとこ行ったり他のとこ行ったらなんか可愛くなったりとか、こうなんか体がこのごつくても目の位置だけでめっちゃ可愛くなったりするんです。だからもう目が命です。目が命で。はい、できました。はい。どうぞ。うおー。ということでね、ふっかくんの絵ね、無事売り終わりました。はい。ありがとうございます。じゃあね、まださっきの見てないっていう体でね、もう一回驚いてみます。じゃあリアクションうまく取れるのか。はい。これがね、今日ふっかくんの売れた額になります。すごいよ。マンでしょここはね。ということでね、ふっかくんとこね遊び来てね、めちゃめちゃやばい絵たちをね見せてもらいました。ふっかくんね、登録者がね100万人、フォロワー100万人になったら顔出しするそうです。楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。でまたねいろいろね楽しいことやっていきたいと思います。アディオス。アディオスアメゴス。